どうも、ドラマツヒロです。2021年の6月から始めたこの配信ももうすぐ2年になります。本当に皆様ありがとうございます。イスタドラマシリーズ7作品お控え遊ばせ、気になる嫁さん、トワと呼ばないで、雑居時代、水漏れ光介、気まぐれ天使、気まぐれ本格化を軸にですね、皆さんと語ってきて、もうすぐ一区切りがつきそうですが、その前にこの配信をですね、今一度振り返ってみたいと思いますので、お付き合いください。ここまでイスタドラマシリーズを監督、音楽家、脚本家、そして出演者や豪華ゲストをメインに、その当時の私の知る限りの裏話を入れて語らせてもらいました。さらにセリフや当時使われた車、告白シーン、ヘアスタイルなどなどにも注目。その中で特に私が思い出深いのが、まずですね、雑居時代座談会ですね。これはですね、講談社さんのご協力も得てですね、ドラマツ拝見させていただいたし、また映像を撮らせていただいたんですけども、山口泉さんはじめ泉あさとさん、そして弊社の前社長荒木のですね話、結局ですね、当時携わった人たちの話にはかなわないんですね。そういうことも含めてですね、お話しさせていただきました。早い段階でこの座談会というですねことで皆様にお伝えできたことはですね、本当に偶然というかですね、ラッキーだったと思います。改めてですね、出演していただいた皆さん、講談社の方たちに感謝したいと思います。で、これがあったからこそですね、まあある意味一番思い出深いと言っていいかもしれませんけども、私の念願であった山本敏子さんのインタビュー、これもできたわけですね。今回お話を伺うのはなんとこの方です。ニキビ潰してた。なんか見たよ。夢か。ドラマツヒロと申します。本日はよろしくお願いします。これはこれは石立シリーズにはなくてはならぬ。山本敏彦です。よろしくお願いします。あとですね、泉さんとのロケ地担保、私も前々からですねロケ地巡りみたいなものをしたいと思ってまして、これも後にですね気まぐれ天使のロケ地担保もやりましたけども、当時のですね、まあ本当に40年50年前の作品ですからね、当時のロケ地跡が残ってる方が珍しいんですけども、でもやっぱり探せばですね、その名残というものがありますね。特にこのお控え遊ばせのロケ地担保では、ほとんどない中ですね、名残が残っている場所を見つけた時のこの感動ですね、これもですね苦労した甲斐があったと思います。今回このドラマスと一緒にロケをしていただく特別ゲストをご紹介いたします。第1弾の雑居時代座談会で石立ドラマ愛を熱く語ってくださいましたコラムニスト泉あさとさんです。どうも、ここから電柱府にかけてね、あの控え遊ばせという、この石立シリーズ第1回目のドラマの結構重要なロケ地がありますので、そこをちょっと巡りたいと思います。このロケ地担保もですね、引き続き続けていきたいと思っております。また山本敏子さんのインタビューもですね、まだまだ聞きたいこともいっぱいありましたので、また、折を見てですね、山本敏子さんにはですねどっかのタイミングで、ぜひともまたお話をお伺いしたいとも思っております。さて今回はここまでの冬ドラを振り返ってきましたが、実はこの回は皆様にご意見を頂戴したいと思っております。今後冬ドラでこんな配信を見たいというものを皆様コメントしていただけると幸いです。これまでの7作品に関しても良いですし、全く違ったものでも、大きなことから小さなことまで皆様の思いを教えてください。1万2000人の冬ドラの皆様からたくさんの冬ドラ愛をお待ちしております。はい、ということでまだまだ話し足りませんが、お時間が来てしまいました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回もどんどんお話ししたいと思いますので、よろしければまた水曜8時にお会いしましょう。さようなら。